はい、お疲れ様です。ちょっと撮り直しでございます。私の動画についたコメントに対して返信動画を撮ったんですけども、なぜかね、最後の1分2分ぐらいしかアップロードされてませんでした。ということで、もう一回最初から撮り直そうと思います。こういうふうなコメントがついてるんですよ。タイトルは、ビジネスを始めたのに出費ばかりが増えていく人へのコメントっていうことです。で、こういうふうになってますね。いや、私の目の前で久保先生からお叱りをいただいている気持ちで、精神的に引き締められました。私を含めて何度も何十回も何百回も同じような似たようなお叱りをいただいても自分を改善できない、改善しようとしない人が多いのは何なんでしょうっていうところなんですけども、私はね、何十回も何百回も指摘することは今のところないです。そのぐらいね、指摘させていただければ大したもんなんですけども、多分ね、同じようなことを2、3回言った程度で、修正を諦めるんじゃないかなと思うんですよ、そこで。少なくともね、何百回も同じような似たようなお叱りはいただいてないと思いますけどもね。まあこれは表現の形であってね、実際に何百回もやったっていうことではないと思いますけどもね。だけども、なんでね、人は変われないのかってことなんですけども、真似ないからですよ、単純にね。確かにね、将来的にお金を稼ぐっていう目標大事なんですけども、もっと大事なのは今日1円を稼ぎましたかってことなんですよ。そして今日1円を稼ぐために何をやったんですかってことなんですよ。この積み重ねに過ぎないわけですよね。それがですね、今日稼げないけども、今日稼げなかったけども、将来は稼げるんだっていうふうなことを言ってしまえば、そのいつかってのはね、いつまで経っても来ないんですよ。違うんですよね。3年間で1億円稼ごうとね、例えば思った時に、今日の1万円は絶対に稼いとかなくちゃいけないんですよ。で、今日の1万円がない人に3年後の1億円はやってこないんですよ。だって、1日に10万円利益を出してもね、3年間でやっと1億なわけですよ。しかもそれが税金で控除されることを考えたら、2億の売り上げ上げないといけないっていう計算式はすぐ成り立つじゃないですか。じゃあ、のんびりしてらんないですよね。そんなね、人の動画をつらつら見てる暇はないわけですよ。だからもっと言ったら、これはね、私の動画は教育動画なんで見ていただきたいんですけども、時間は限られてますから、あっちこっちの動画を見に行ったりとかね、あっちこっちの、なんか、イベントに参加したりとかする暇はないはずなんですよ。とにかく、一点突破でやっていただきたい。で、こっからが、ちょっとね、前回、取り損ねた動画の中で言ったことなんですけども、まずはね、お金のかかんないビジネスやってくださいってことなんですよ。だから結局ね、稼げない人っていうのは、お金ばっかり出てくるんですよ、なぜか。というのがね、無料の情報と有料の情報ってあるでしょ。無料の情報で稼げなかったら、有料の情報だったら稼げるんじゃないかなって思うでしょ。そこがもう間違いなんですよ。有料の情報を売ってる人は、それを買ってほしいから、やっぱり有料の情報の方がいいですよっていうのは、それは確かなんですよ。それはポジショントークでもあるし、実際に無料の情報よりも有料の方が稼ぎやすいんですよ。ただね、ポイントサイトをやるのに、別にお金かかんないでしょ。で、少なくともポイントサイトで3万とか5万とか10万稼ぐっていうことよりも、有料の情報で稼ぐ方法はもっと難しいですよ。ね。だから、そうですね、有料のどっか塾に入る前にね、無料の情報で稼ぐ練習をした方がいいです。で、ポイントサイトのモッピとかで、じゃあ3万、5万、10万稼ぎましたって言ったら、稼ぐ下地ができるわけじゃないですか。しかもお金まで入るわけでしょ。それをもってそのお金で塾に入るとか、コンテンツ買うとかってすれば、無料でお金を増やして、増えたお金で商品を買うって形で、手出しが全くないわけじゃないですか。でもビジネスの経験は、どんどん積み上がっていって、ある一定のね、塾に入りました、どっかのセミナーに行きましたっていう時に、無料の情報で私は5万稼ぎましたよ、10万稼ぎましたよっていう実績を持って参加できるから、それをもとにね、他の人なんてそんな稼いでないですからね。じゃあ僕、ポイントサイトの、サポートをするんで、この LINE グループに入りませんかとか、メールマガジン受けてくれませんかとか、ポイントサイトを攻略するための YouTube チャンネルやってるんで来ませんかってやったら、それはメディアになるじゃないですか。ね。それがだから実績の作り方でしょ。だからね、実績がないって言いますけども、実績を作りに行ってないんですよ。じゃあ、ポイントサイトで1万でも2万でも稼いでくださいと。ね。今だったら第一生命ネオバンクで、1万でも2万でも稼いでみてくださいと。で、その次なんですよ。有料情報をどうしようかって考えるの。全く稼いだ苦労も経験もしてない人がね、有料の情報に入ったら稼げるんじゃないかなと思うのは、結局ね、喧嘩が弱い奴が暴走族に入ったら喧嘩が強くなれるんじゃないかなと思ってるのと同じでね、パシリになって終わりなんですよ。
ね、だからこれもね本当に似てるんですけども、あの有料の情報のコミュニティに入るでしょ、その人を出しにね使われて終わる可能性高いですよ。だから速稼塾に入っても私はある人を取り上げて、あの一部シリーズとか作りますよ、うん、でシリーズをね、例えばもうこれはっきり言いますけども、品田さんを取り上げて今ね品田さんにあの注目が集まるように私演出してるわけですよ。その結果どうなったかっていうと、友達の小野田さん、小野田さんもね取り上げてくれるようになったし、吉谷さんも取り上げてくれるようになって、品田さんが真ん中にいて品田さんを盛り上げるようなコミュニティが今ね広がってるわけですよ。でもこれは今のままだと品田さんが利用されてるだけ、消費されてるだけで、あそろそろ品田さんでアクセス取れなくなったねって言ったらポイってなっちゃうんですよ。そうじゃないんですよ。品田さんが私の速稼塾を使い倒してね、でもう絞り取って自分のポジションを作ってもらいたいんですよ。でしまいには速稼塾を離れても大丈夫な人間になるように私が今場所を整えてるわけですから、だから使われて終わっちゃダメですよ。使い倒していかないと。小野田さんの H2 クラブっていうコミュニティもね、私は H2 クラブに行ってこんな人脈ができました、こんな素晴らしいことに気づきました、すごく H2 クラブで私は力がついたんでぜひ私の塾に入ってくださいとかね、吉谷さんのコミュニティがあって吉谷さんのドリームアカデミアっていうのがありますと、ドリームアカデミアで学べることっていうのは私はこんなに変わりましたと、だから私のこのね変化を体験したい人は私のコミュニティに入りましょうっていうふうにしていけば、参加した塾を使い倒すことができるわけでしょ。私の場合はね10年前ネオヒルズ塾に入りました。おそらく未だに日本で一番のトップビジネス塾ですよ、ネットビジネスのね。そこで私が何をやったかっていうと、入塾した瞬間に送られてくるコンテンツをすべて真似して、1時間の動画があったら1時間の動画を私が再現してね、身振り手振りホワイトボードを買ってマーカーでこうやって書いてね、同じ図を書くんですよ。でそこで講義を同じようにするんですよ、ね、そしたらネオヒルズクラブに入ってない人が私を通じてネオヒルズクラブのコピー版を見ることができて稼ぐようになるわけでしょ。そしたら私のネオヒルズ塾っていうのは東京六本木ヒルズのネオヒルズ塾に行けない人のための地域の広島のまさにネオヒルズクラブのコピー版があるわけですよ。そしたらそこに来るじゃないですか。東京に行くのは難しいけども、でも広島だったら地元だし受けれるよねって感じで、私は広島のマーケットをそれで一手に掌握したわけですよ。で、もう丸コピーですよ。徹底的にパクってるわけですよ。で、ネオヒルズクラブもそういうふうに言ってました。全部パクれと。ね、見た動画全部パクれと。メールマガジンを誰かが始めたらやれと。稼げるノウハウがあったらそれを1から10まで丸々コピーしろと。私はそれをずっとやりました。結果は3年で1億なんですよ。ね。でも3年でネオヒルズクラブだったら10億は稼げるはずです。その結果はコピーできなかったけども、でも私個人としては十分なパフォーマンスを上げましたよってことなんですよね。はい。じゃあ続きいきましょうか。はい。稼いで実績を出している人は金を稼ぐためには実際に稼いでる先輩の真似を抵抗なくできている。うん。だってお金を稼ぎたいわけでしょ。お金を稼いでる人の真似を何の抵抗があるんですかってことじゃないですか。ね。だから私が長い動画を出さないのはなんでかっていうこととかね。ライブ放送長くやらないのはなんでなのかってこと。これもだからコピーしないといけないことだと思いますよ。うん。ならばその抵抗は何なのか、プライドなのか、頑固な性格が問題なのか、ここは全く考えなくてもいいことです。あのね、あれこれ考えて何が原因なのかなじゃないんですよ。原因があるとしたら、私の真似をしてないことなんですよ。私の真似をしないでしょ？ポイントサイトで稼いでますって、動画いくら上げても、同じようにはやらないでしょ？で、同じようにできない部分があったら、それを Q&A にすればいいんですよ。同じように、久保さんやったんだけど、できませんでした。ね。住宅展示場に行ったけどもクオカードもらえませんでした、じゃあ私はどうすればいいでしょうかっていうふうな次のアクションにつなげていけば稼ぎに近づくわけですよ。でも行ったけど稼げませんでした、終わり、じゃあそこで終わりなんですよ。まさに次につながらない一日を送ってしまったってことで、それは無駄な時間になっちゃうわけですよね。ダメだったけども、じゃあその中から何を拾うか、何をアウトプットするかっていうのが次につながる無駄を無駄にしない使い方なんですよ。これも私がやってることを真似してほしい。最近私ストーブ買いましたけども、ストーブが無駄になっちゃったんですよ。でも無駄にならないように動画を出したでしょ。さらには部屋を温めるために余ったガスボンベを使いたいっていう動機で買ったストーブがダメだったら、いつものねキャンプで使うカセットコンロを持ってきてやってみたらこっちの方が良かったっていうオチになるわけでしょ。うん。だからそういう風にしてやったんだけどもダメだった、ダメだったけどもこれができるようになったってものを積み上げていくのが問題解決なんですよ。
ね、私の動画を見てね、あのカセットコンロを買おうかどうか躊躇していた方は、やっぱり5000円ぐらいのやつじゃダメだよねと、2万3万ぐらいのしっかりしたやつを買わないとダメだよねっていうことになるか、もしくはカセットコンロでいいじゃんって話になるわけですよ。カセットコンロは1000円ぐらいで売ってますからね。そしたらむちゃくちゃいいんですよ。使いやすいし、どこにでもあるしね。で、カセットボンベ使って部屋も温まります。はっきり言って今ね、私の部屋はあのカセットコンロ1個で温めてます。うん、で今カセットボンベね、あの緊急需要に買ってきたのがもう5年ぐらい経ったんで、今消費しないといけない時なんですよ。だちょうどいいなと思ってますけどもね。はい、その他に何か書いてあったかな、コメント。はい、そういうことでございます。撮り直し今度はちゃんと見れてるでしょうか。それじゃあ以上です。